よいこの皆さん、こんばんは、なのた。毎度毎度。サーズデー木曜スペシャル。サーシードッグちゃん。いつか。挨拶もしてくれるような。そうだ、本当に可
賢いよね、みんな。そうだ、良いところを見て長所を見つけて伸ばすのが一番だね。あんたダメよ。では伸びないもんね。そうだそうだ、まったくだ。皆さんも人への思いやり、お年寄り、子供のいじめ、人へも優しく接してあげましょう。先生も未熟な人間ですが、まだまだピアノレッスンではピアノの技術や知識だけを教えるのではなく、人を思いやり、いたわる気持ち。完璧は疲れます。完璧より少々ミスや間違いがあってもいいんです。人はミスや間違いを重ねてだん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 成長します。たまごっちやすみっこ暮らしものんびりしております。すみっこ暮らしのすみっこすみっこすみっこぐらしすみっこすみっこすみっこぐらし。そうなんです。頑張るよりもやってやれないことはない。間違いやミスを重ねてだんだんできるようになってくるんです。他の習い事も同じです。100÷50かけるあ3は6、6たす100、106かける5、530、安存、筆算。おっと、ドラえもんの大好物といえば、どら焼き、ピンポーン。それでは、ドラえもんの秘密道具を出す時のテーマ曲は、皆さんも人へいたわり、交通安全に、思いやり、みんなどこか優れないところがあります。耳が聞こえにくい緑内障にかかっておられる方、心障者の方も多い。今日この頃、先生も万全ではありませんが、優しい言葉がけに励ましというのはとっても大切だと思います。それではサウシードッグちゃん、いつかお久しぶりにお届けいたしましたとさ。それではね、本日私の芸名、何しようかな、そうだな、水木有沙ちゃんにしときます。それではね。